今回紹介するのは 2017J1&J2&J3 選手名館という本です昔発売されていたコナミの J リーグ公式選手名館がなくなってからこのシリーズを買い続けています J リーグは移籍が活発なので毎年の購入は必須ですね相変わらずクリアファイルはついてます せめて汎用性のある A4 サイズにしてほしいけど本の大きさ的に難しいか清武は間に合ったけど権田は間に合わなかったようですダゾーンが放映権を買ってからどうなるかわからくなった J リーグ非常に楽しみですずっと買い続けている選手名鑑です色使いも鮮やかで情報も詳しく載っており楽しく読めます 数年前のと読み比べるとクラブの顔ぶれがごっそり変わっていることもあり年月の移り変わりを身をもって体感します J リーグ今年はどんなドラマが待っているのか開幕まであと2週間ですがドキドキが止まりません以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。